武山慶商大の学生に鹿児島県産の芋焼酎を振る舞う黒瀬ひろむさん。右、7日、韓国釜山市釜山、前田へ鹿児島の大学生が留学先の韓国で、鹿児島産の芋焼酎を紹介する活動に乗り出した。日韓関係悪化で日本製品買い控えの傾向が続く韓国だが、各地の大学で試飲会などを計画。日本酒に比べ、芋焼酎のふくよかな香りが広がる。観光ビジネス日本語科の学生たち約80人に焼酎を振る舞っているのは、鹿児島大野里文学部3年の黒瀬ひろむ、3、20に初めて味わったというカナリバイ、キムソンベ、3は芋の香りがいい。体が温まりますね。金本明、キムウォンビン、3も甘い香りで味が柔らかい。鹿児島の居酒屋で飲んでみたいと笑顔で語る。黒瀬さんは、各地の蔵元で焼酎作りを支えた黒瀬杜氏、の里、鹿児島県南薩摩市笠佐町黒瀬地区の出身。父も亡き祖父も焼酎作りの職人だ。だがこれまでは半年は職場に泊まり込み、家にいない父の仕事を誇りに感じて這いなかった。考えが変わったのは昨年2月、大学の研修のため訪れた米国で、ホームステイ先や大学に焼酎を持ち込んで振る舞うと大好評。言葉や文化の違いを超えて喜ばれる焼酎や焼酎作りを初めてすごいと思えた。やがて米国で知名度がある韓国産の焼酎に興味を持ち、韓国への留学を決意。鹿児島の芋焼酎を韓国に紹介したいとの思いから、文部科学省の留学支援制度飛び立て、留学ジャパンに応募。2月から釜山大に留学している。韓国では一般的ではない日本の芋焼酎を PR する黒瀬さんの活動は始まったばかりだ。今月は韓国各地の4大学で試飲会などを予定。今後は日本の焼酎を取り扱う酒店や飲食店なども巡るつもりだ。酒文化への理解は、異文化理解につながる。酒の場に国籍は関係ない。日韓関係が悪い時こそ市民同士は交流しないといけないと力を込めた。2018年の財務省貿易統計によると、韓国への日本酒の輸出額は22億1200万円、焼酎は8500万円。